アマラさんとメイプルさんの一曲ということで、こちらですね。はい、はい、いや、いいですね。また中盤の世代ということで、ね、このお二人もね、はい、本当お強くてね、うん、そうですね、有段クラスですね。はい、アマラさんとメイプルさんですね、うん、はい、アマラさんはやはりモンゴルの、うん、はい、方ということで、まあ、初段の方ですね。はい、メイプルさんも初段なんで初段同士ということになりました。はい、ではね、最後はですね、はい、皆さん大好きな、はい、大好きな、はい、なんだ、死活問題でいきましょう。うわー、出た、大好きな死活問題。まだそんなに死活っぽくないけど、じゃあここからその状況を見ながらというところですね。はい、じゃあ、ね、はい、テーマをいきましょう。もうそのままなんですけどね、はい、よろしいですか。はい、せーの、実践死活を解いてみよう。新しいそうですね、確かに解いてね、これやっぱ実践ででもできるとよりね、こうなんだろう、覚えなきゃっていう気になりますからね。そうなんです、はい、はい、うん、なんでもやっぱ実践資格っていろんなところの要素が絡みになってね、はい、実はすごく本でやるよりかめちゃくちゃ難しいです、うんうん、なるほど、もう10倍もね難しくなって思ってください。はい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 、ただまあ実践資格をしっかりできるとですね、うん、まあ、相当後は勝てると思ってください。うん、そうですね、やっぱりこの接近戦でね、あのどれだけ正確に打てるかっていうのはね、うん、本当に勝つ上ではね、うん、もう大事なことなので、はい、まあ、ちょっと実践資格を見ていきましょう。はい、お願いいたします。はい、で黒のねアマラさんがね、うん、うん、まあ、ここまでお互いとてもいい布石打ってます。はい、でここでアマラさんこのようにちょっと右辺の方をまあ削減しに行ったんですね。うん、はい、でここでねちょっとね、うん、山田さんここにあの、はいはい、まあ、さらに担ぎ出していったのはちょっとやりすぎでして、うん、なるほどなるほど、ただここでは例えば、はい、もう大盤のねあの、うん、こちらの方とか、はい、あるいはこうとか、うん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 、そちらに向かう方が良かったと思います。うん、なるほどなるほど、でもね、はい、ちょっとここはね力を出してきたんですね。はい、で実戦はこういきまして、うん、ここからねいきなり戦いが始まりました。はい、まあ、ちょっとここはね結構ねやっていくとすごく、うん、あのまあ難しいところなので少し、はい、あのな簡単にしていきますけども、ね、はい、ちょっと割愛しつつの、まあ、はい、うん、まあ、お互いにあの、うん、この黒を生きるかあるいはこの白が全部取るかという、うん、まあ、瀬戸際のところですね。そうですね、まあ、実戦で一番大事なこの攻め合いですね。うん、うん、あのこの辺はねお互いよく打ってます。あの、はい、ここの切りも黒 の, あの分断するより大事な手ですし、はい、でアマラさんはこの、7の S の石を捨て石にして、はい、うん、こうやって形を整えていきました。なるほどなるほど、はいはいはい、でこちらの方にコスミつけて、まあ、目を作ろうとしたんですね。はい、そうですね、で多分まあメイプルさんは、うん、まあ、一番ここでの最強手はまあこうした、まあ、ぶつかっていくとかが結構最強手ではあったと思うんですが、はいはいはい、まあ、ちょっと難解なとこなので、はい、まあ、今回はねこちらの方の棒つなぎでいきました。なるほど、棒つぎなんですね。うん、なんかこう下がって一生懸命目取り行こうみたいな感じではないんですね。うんうん、そうですね、ここに下がっていきたいとこなんですが、うんうんうん、これ意外にここに黒の援軍がいるので、はい、ちょっとここに割り込まれると、うん、うん、なるほど、まああの攻め合いが難しいんですけども、結構ね自分の方も分断されちゃって結構怖いですね、これはこれで ね、うん、ね、なるほど、全部取られちゃうかもしれないですね。なるほど、なのであの、うん、メープルさんの、まあ、こちらの白を助けたという判断は、うん、あ、悪くなかったと思います。なるほど、いいですね。うんうんうん、はい、でねここで、うん、ここで実はね、あの、うん、アマラさんはね、うん、黒をもう諦めて、あー、なるほど、他のとこに回っちゃったんです。はい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 、はい、結局最後ね、あのここが全部、まあ、取られちゃったんですけど、このまま取られみたいになっちゃったわけですね。うん、はい、まだまだあのちょっと大場があるので、はい、もうちょっと打ってからの方がいいと思うんですが、はい、じゃあ生きるとなったらこの黒、うん、まあ、ここですね、うん、なるほどなるほど、どうやって生きたらいいですか、無条件行きでお願いしますという問題です。はい、はい、藤森さん、あの、反応が使ってる、なるほど、はい、無条件行きでね、まあ、とりあえずこの大場とかどうか、まあ、一回置いておいて、まあ、読みの練習みんなしましょうよということですね。うん、はいはいはい、あのここのね、うん、これはいいんですよ、このあ、なるほど、ね、これはいいです、これバイバイで、そこまで行きなくてもね、うん、はいはいはい、4個がそれが本体、本体です、なるほどなるほど、はい、はい、ということで、それがどうやったら無条件で生きれますか、はい、ということですね。で超万波のスパルタバージョンなので、はい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 、黒1、白に黒3までが合ってれば正解とします。ね、なるほどなるほど、1手目だけじゃダメだよ、はい、ダメです、はいはいはい、はい、万波スパルタです、はいはい、ということでね、ある意味では3手目がうまいよってヒントですからね。これはね、そうかもしれない、そうですね、はい、1手目だけだと、まあ、普通だけど、うん、3手目がちょっとうまいよというね、きっと意味だと思いますので、皆さんね、考えてみていただけたらと思います。
じゃあここでは30秒ぐらいで皆さんに詰めチャレっていうのがよくありますからね、最近ね。最近私やってますよ、はい、よく詰めチャレは。あ、ね、あ、なるほど、はい、リクエストっていうやつの一つ機能ですよね。そうなんです、うんうんうん、自分のレベルに合わせた詰め語を出してくれるので、はいはいはい、結構間違えるとゴーンみたいな。なるほどね、あれも30秒ですよね、確か。そうですね、はい、はい、私もあれはもうね、30秒以上と考えちゃってますけど、ね、いやいや、そんなことないですよ。あ、まだ今からですね、今5秒ぐらい5秒ですね、ええですね、ということで喋りながらもちょっと考えてはいましたけども、はい、ちょっと待ってもらいですね、お、なるほどね、四月、うん、はん、あ、いいです、ビトマンさんもいいですね、クロハホムヒムさんはあれからあれされてあれして決まりということで、はいはい、あれあれあれ攻撃、あ、あれあれ、同じ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 、それと、うん、それだよね、はい、それですね、うん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 、さあ、ということで一気に口数が少なくなってきます、皆さんも、ね、私同じだね、確かに、うん、ね、いやでも詰め子って分かる、自信ないもんね、ちょっとね、チャット欄がね、はい、今はね、うん、はい、更新がね、分かりますよ、皆さんお気持ち、私も喋りたくないですもん、できたらということでね、でもね、最終問題です、ま、はい、そうですね、はい、でも間違えてもいいんですよ、皆さん詰め子なんか間違えてなんぼで、そこで覚えればね、いいんで、やっていきましょう。はい、はい、はということで、まずは跳ねて、跳ねて、ね、1でここで押さえて、でこうつなぐと置いて、こうやってこうやって、落ちるダメそうで、かけつぐと真ん中ありそうだから、うんうんうん、残されたのはこうはダメって言ってたから、まあ、はい、これいきましょう。跳ね下がりで、跳ね下がりで、はい、これでやってみたいと思います。お、レニちゃんさんも、でこれね、跳ね下がりはミトマンさんと同じですね、うんうん、あ、そうですね、はい、で、はい、M 佐藤さんも、あ、M 佐藤さんも、うん、12、あ、 T が11だから、うん、最後 T11 って書いてあるぞ、かけついてるね、かけですね、なるほど、なるほどね、うん、はいはい、羽は一緒ですね、そうですね、羽は一緒、はい、じゃあ、はい、皆さんこちらでよろしいですかね、はい、ファイナルアンサーです、はい、では、はい、答えを発表します、はい、お願いします、でるる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 る、成功です、1万ポイントゲット、1万ポイントゲット、ありがとうございます、さすがですね、ありがとうございます、よかった、やっぱ詰め子ってなると一気に緊張するね、ね、ドキドキしますよね、うん、はい、そうなんです、これね、うん、これ難問なので解けなかったら全然大丈夫です、うん、あ、そうですね、全然もう、はい、まず、ね、うんうん、死活で大事なのはスペースを広げていくことです、うん、はいはいはい、で実際死活の面白いところは、うん、周りにある石もね、援軍になるんですね、うんうん、そうですね、でこの場合はですね、うん、ここに白の傷が残ってるというのが実はこれ生きる上ですごく大事なことです、はい、うん、なるほどなるほど、で例えばただね、うん、ここで繋いでしまうのはこれ羽継ぎって言いますけども、はい、そうですね、まあ、一番自然な形なんですけどね、はい、うんうん、これはちょっと繋がれてしまうと、はい、一見ちょっと広そうに見えるんですが、はい、これはちょっとね、スペースが足りないです、なるほど、うん、意外とこれで取られちゃいますね、取られちゃいますね、はい、なので羽継ぎは失敗、はい、はい、じゃあ、かけ継ぎというご意見も出ました、そうですね、ね、はい、ですね、うんうん、もし繋いでくれたらそれからも綺麗に2眼がねできますからね、そうですね、うん、ただこの場合ね、先にここに打っていくのがいい手で、なるほど、ここで切ると、うん、そう、切るとですね、ここにこうちょきっと切られてしまうんです、なるほど、ちょうど覗きになってますか、そうなんですね、はいはいはい、繋ぐと、うん、あらあら取られちゃった、確かに確かに、ね、そうですね、うん、で、あともう一つよくあるのが、はい、まあ、よくね、うん、死活ではこうしてここにこう内側にかけすぎっていうのは出てくるんですけども、はいはいはい、うん、これ一つのいい手ではあるんですが、ここに跳ねられてしまったらですね、うん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 、ちょっとスペースがだんだんちっちゃくなってきて、はい、最強手はこうやってこうにしていくんですけども、はい、まあ、無条件で生きれたところがこうになってしまうのはちょっとやっぱり一応死活上では不正解になります、そうですね、うん、はい、はい、でもね、実戦でここの形できればもう立派だと思ってください、うん、はい、で正解はここの下がりです、なるほど、うん、これでもなんか真ん中につけた時が一瞬ヒヤッとするんですけど ね、うん、ね、ちょっとね、ドキドキこんな傷があるとは思うんですけども、そうなんですよ、右から跳ねたらなんか大丈夫かななんて思ったらね、うそうですね、うん、これ確かにね、ちょっと傷口を切られてしまって、この2目がダメが詰まってきているので、意外と危ないですもんね、取らないといけなくて、ね、でそこでこう根元をこうやられてしまうと、これ危ないですよね、やっぱり一眼しかないですね、うん、なんで困ったかなと思ったら、はい、うん、この時にですね、ここにこう繋いでおくのがとってもいい手で、はい、これで相変わらず白のこの傷口がもうすごくこうね、そうですね、確かに確かに、うん、でここは白繋ぐぐらいなんですけども、はい、ここでこのように打てば、はい、あら不思議、あ、そうですね、1個ちゃんと2眼になってますね、ますね、はい、うん、
なのでちょっとね意外な手なんですけども、うん、よく羽つぬぎと言われてるんですが、うん、死活上ではこの羽下がりは結構有力だと思ってください。なるほど、そうですね、うん、これただ寄せの時にあんまり乱用しないように注意って感じですね。そうなんです、寄せはねよくね例えばですね、はい、ここでこうやって下がっちゃう方結構、ね、意外とね多いですよね、うんうんうん、あの自分が生きるためだったらいいんですけども、はい、この場合で死のとてもあの、はい、死ぬ石ではないので、はいはいはい、これこの押さえを打たれてしまうと、はい、ここで黒の壁がピタッとできてしまいます。でもこの場合は羽つなぎのがいい理由はですね、はいはい、またさらにこうやって中に潜り込んでいくような、あそうですね、打ち方もちょっと考えられるので、そっかそっか、でも黒がそこに打てばまた黒の壁ピタッとなりません、ね、確かにそうですね、結局ピタッとなっちゃう、ピタなりますね、うんうんうん、さっきはねここに、うん、打ってピタが先手だったんですけども、あ確かに確かに、はい、これで黒どっか好きなとこ入れましたね、うんうんうん、ただこの場合は守っちゃ、うん、早めに守っておくとこれに関して白は何も対応しなくてもいいので、そうか、これ受けてもらえないんですね。そうなんです、そっか、じゃ似た形だけどちょっと一手変わってきちゃうみたいなね、うん、この辺はねすごく難しいので、はいはい、あのまあ覚えていただきたいのは寄せに関しては羽つなぎをほぼ正解、はい、なるほどほぼ正解、うん、で死活に関しては羽、まあ大体下がりとか、はい、あとはかけつぎとかですね、うん、なるほど、うん、こうしたあの、はい、かけつぎとかが大体正解になるんですが、はいはい、今回は下がりが正解、そういうことですね、結構スペースがすごい狭いなって感じた時にこの羽下がりが正解になることね意外とありますからね、はい、はい、これはねできた方、人生でも見えた方はね、うん、多分ねもう5段ぐらいは私はあるなと思っていただければ、なるほど、いやそんな感じしますね、実践でこれ見えるって大変なことですね、大変ですね、で普段一戦に行かない分余計にね考えにくいとこなんですけどね、うん、でねここがね生きる手が見えるか見えないかで、うん、ねこれが見えなかったら全部これ白地ですけど、これ生きたらね、あ黒がねちょっと目がしかも少しだけ地を設けちゃいますから、そうです ね、 ね確かに大きかったですね、はい、ということで、まあ、この品が残ってたよっていうのはね天原さんぜひ参考にしていただけたらと思います、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。